日本東京都府中市緑町公衆街道を下り、小金井街道入口交差点。1964年東京オリンピック5 0トル、競歩理解支店。緑町1丁目。公衆街道緑町2丁目交差点緑町2丁目交差点から、北方緑町は東京都府中市の町名。現行行政町名は、緑町1丁目から緑町3丁目。 郵便番号は183-0006。府中市中央より東部に位置する。京王線府中駅から東府中駅の各北口にかけて広がる区域で南よりを国道20号線が南北に分けている。西から1丁目、2丁目、3丁目。南から時計回りに清水が丘、八幡町、宮町、府中町、天神町。 浅間町及び若松町に隣接する。町内は平坦であり主に住宅地として利用されているが、畑も残っており産地直売所が複数ある。住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば、緑町2丁目31番2の地点で34万7千円平方メートルとなっている。西に隣接する府中町とともに、 府中市では新しい町名の一つである。元は八幡町、若松町の一部であった。かつての万蔵庵、三本木、八幡田塾地区にあたり、府中市発足当時は三本木地区は緑地として保全されることになっていたがこの方針は転換され都市化計画が決定、1964年より三本木土地区画整理事業として開発が開始された。 1972年に町名決定。1989年に正式に町名変更を実施した。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。京王電鉄京王線が南端部をかすめているが、駅はなく、東府中駅と府中駅に挟まれている。 ドンキホーテ八幡宿公園と緑町一丁目治会公会堂。ありがとうございます。